敵でしょ、ね、でもこういうのもいいですよね。私も聞いてたらああってなんか、うん、なんかね、ちょっとしたことでもうそうなんだみたいな。俺はほらあのねやりたいのはね、あこんなタイトルすごいっていうのはね、そういうのれんの向こう側のこんなタイトルすごいコーナーみたいなのを作りたいね。それ誰に得があるんですか。ふとっちょさん、アレリアさん、トゥーパップさん、サトシさん、たまにダーリンさんぐらいしか需要ないですよ。だって面白すぎるからそんなトゥーパンプスさんですよ、はい、亡き父の教えに忠実に真面目にクソがつくほどまっすぐに生きてきた60年です。本当ですか、ただの還暦じじいですが、謙遜してメールに書いたらあーちゃんからただの変態じじいだよと吐き捨てるように言われてしまいました。そんなこと丁寧に言いました。それでいいんですということで、劇があれば何でもできる、劇に戻りました。水曜日のデキンちゃん、昨日のお計らで専属演歌歌手のお姉さんみたいに安いと言ってしまったあちゃん、自分で受けてしまった自分で受けてしまったことをのれんの向こう側でもしっかり気逃さなかったひよこで踊るいるだけセクハラトゥーパンプスです。おはようございます。長いね。いいですね。じゃあ昨日言っちゃったね。言っちゃった。安いなのにアスさん知らない、うん、知らないからね。そのまますごいクスって笑っちゃった。そんな私が番組でどんなコーナーをやりたいかなんて書いたところで、絶対に朝の番組では読んでもらえません。読みませんよ。そうですね、うん、やはり大人の時間、むーちゃんのお店から18禁の公開放送をするしかありません。これ怒られますよ、むーちゃん。そういう人じゃない。怒られますよ、むーちゃん。そうです、ね、怒られますよ。ほら、そうですか。じゃあ大人の時間のラジオをトゥーパンプスさんと YouTube でやりますか、俺と YouTube でやりますか、俺とバンされますよ。あのトゥーパンプさんがその、ね、新聞屋さんで、ね、はいはい、やってた頃の話と俺の話と、うん、面白いと思うよ。めちゃくちゃ面白いですよね。面白いと思うよ。やるかマジで。放送では話せない。 YouTube だったらね、やるマジで。やるよ。いや、やったら超でもバズるんじゃないですか。超絶面白いやつがいるから連れてくるよ。そうなんですか、うん、よくあの温泉で会うウッキッキって言うのに、ね、超絶面白いですよ。そっちの話をさせるとリアルな話、見ちゃってるからね、俺なんか、そいつの見ちゃってる、見ちゃってるから。そうなんです。はい。